はい、皆さんこんにちは。囲碁の女流棋士で関西棋院所属2段の飛田咲です。今回も囲碁実況の方やっていきたいと思うのですが、今回はですねちょっと新企画ということで、こちらの天調の囲碁7というソフトを使っての実況をやっていきたいと思います。でまあ、どうしてねソフトを使って打つことにしたのかということでですが、まあ、結構ですねいろんな方からまあ、もっと3段とか初段とか自分の気力に合った実況を見てみたいというコメントや、ね、お声を多くいただきましたので、まあ、そうしたね方たちどうやって対戦できるのかなって考えた時に、まあ、こうコンピューターのソフトであればランク優位設定できますので、まあ、今の野木綱実況はどうしてもですね、まあ、レベルが高い方との対局になるので難しくなりがちなんですが、まあ、今回こうして、天調の囲碁7を使うことで、まあ、いろんな気力の方に楽しんでいただける実況も撮っていきたいなと思っております。まあ、こちらのソフトですね、まあ、非常に九段から6級まで幅広く段位設定されてますので、まあ、ちょっといろんなね段級位で対局をしていきたいと思っております。それではやっていきましょう。対戦開始。はい、というわけでやっていきたいと思います。まあこれがね最初対局前の画面なんですけれども、このね左上の対局というボタンを押して、まあレーティング対局もしくは新規対局で対局することができます。まあレーティングだとねちょっと段位の変動があるらしくて、まあ、新規対局だとまあ自由に選べるので今回こちらでやっていきたいと思います。でまあ黒白ですね。でまあ黒が人間私で、まあ、白コンピューター設定で、でまあ今回はですねまあちょっと初めということで、まあ、初段ぐらいでやっていきたいと思います。6級から9段まで選ぶことができますね。もう九段になるともうほんとトップ棋士レベルでめちゃくちゃ強いと聞いています。でまあ今回持ち時間は秒読みですね、30秒の1回でやっていきたいと思います。基本コンピューター全然考えないんですけれども、まあ私は30秒は実況で解説しやすいように目安でつけています。まあ、早く打てるとこ早くやっていきたいと思います。それでは対局ちょっとやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。まあ黒番ということで、まあ、いつも通りやっていきたいと思います。まあ限りなくですね、まあ、この前相手の方は、人間に近い AI と聞いておりますので、まあ、限りなくですね違和感のない手を打たれる可能性が高い星々の布陣で来られていますね。まあ、かかっていきたいと思います。で、まあ、かかりに対しては、まあ、白は桂馬受けか一間か、はい、ハサミも考えられる手ですね。まあ、これに対しては、まあ、黒は大ゲイマに無視してしまっていく手や両掛かり、そして三々があります。三々が、まあ、一番分かりやすい定石なので私はおすすめで、まあ、大体この構えはこっちから押さえることが多いですね。で、這いまして、まあ、白が伸びですね。で、まあ、黒はここで跳ねるのが定石になります。で、白こちら押さえる一手でつないで、でも今はここに這うのが主流になってるけど、多分そうつないで打つと思います。まあ、ここに這いっていう風になってきたのは結構その AI がさらに後の方ですね、後の方でなんか這いを推奨になってきました。で出たんですけど、まあ、これははっきりと悪手なので皆さん打たない方がいいですね。これ押さえられた時にこの白のダメが詰まってしまうので、この手は保留する方がいいです。ただ白の気持ちとしてはここを壁作ってさらに強化していきたいっていう気持ちだと思います。でここで、まあ、黒としてはここ壁ができてきたんでちょっとこう焦ってこの辺りなんかやりたくなるんですけど、2目の頭見ずに跳ねよう、ここ跳ねられると一気に形崩れるので、ここはしっかり伸びといた方がいいですね。これちょっと秒読みの音だいぶね最小にしてるんでね、ちょっと聞こえづらいんで時間切れ気をつけたいと思います。これはまあ伸びてもいいんですけど、まあ跳ねぐらいやっていってもいいかなと思います。まあ、白の作戦はもう一貫してて多分跳ねてこられると思うんですけど、もうここに壁を作る作戦です。でこの模様で勝負しようという意図ですね。対して私はもともと字が好きな性格もあるけども、しっかり稼いでいってこの模様打ち消せばまあ優勢であろうという、どこまで付き合うんだって話でなってくるんですけど、ただこれまだ3元やっぱこれダメ詰まってる、やっぱ跳ねられて抑え込まれるとやはりやっぱ嫌なので、ここ伸びて次の押しはもう効かないつもりです。やっぱ4つまで伸びたら、いや効かないと見て手抜かれましたけど、これはすごいいい判断だったと思う。でここで黒としてはマゲ占領曲がりですね。いやちょっとこれやってみたい。ここに曲げたことによりこの中央の厚みをぼかし、なおかつ次にかかればこの白が孤立する意味が出てきているので、そういう方向でいきたいと思います。これはやはり真っ白としてはこの厚み生かしたいという一貫した考えですね。ここで黒は両掛かりして、
この白を孤立させていきたいです。白これ取られたらさすがに大きいので何かリアクションを起こすはずです。はい、まあ、ツケ第一感ですね。抑えか伸びです。どっちかな、でも抑えかなって気はしますけどね。伸びもありえます。はい、伸びてきましたね。まあ、これはいつもだったらつけてるけど、まあ、伸び込んで抑えた時に本当はここでグッと押しまでいけたらいいな、いけそうですけどね、いってもいいんですけどね。だから抑え込んでもまあこの辺で生きてるから、いやむしろ開いてこの黒3つをしっかりさせましょう。で、うん、このしっかりさせて次にまあ出切りはしかし狙えない。あー、いやいい手です。いやこれね、あのね、普通に強い強いですよ。まあこれは黒のこの手を打ってここ味をなくそうって意味なんで、ちょっと下から行こうと思うんですけど、効かされちゃ効かされ、低く定位にされてるからこの手でこうやれば取れって言えばいたんですけど、下がりを効いてさらに当てまで効かれて次も効くっていう効き筋大量に発生するんで、まあ、それが嫌な場合にこう下から行くんですよね。でもここにいるのが条件ですね。はい、白はここをねしっかり手かけて行かれたんですけど、悩ましいけど、本当ここちょっとあの黒は意識しとかなきゃいけないですね。まあ、押したくないですか、しかし一回ちょっと押して、いや押してでも筋が悪すぎてちょっと、いやわかんないなこれ。いや、まあ、曲げはでも手抜くし、まあ、ちょっとここでこう強化させたイメージです。で三ですね。どっち押さえもありそう。こっちから打ったって別にいい。こっから打ってこう伸びていくのも有力だし、いやでもここかなこれは。うん、わかんないですけどね。これはどっちもあった気します。こっから打ってさっきのこの左下と同じ定石にするのもあるし、まあ、ここでこれは多分下がるか押すなんで、多分下がりだと思うんですけど、あ押しか押しね、あ、まあ、押しかもしれない。で出て押さえて、ここの出は良くないって言ったんですけど、ここの出定石なんですよね。でここ切るのがポイント。こっちから切ったらこう取られてこれ悪手になっちゃうんで、こっから切るのがすごい大事です。これも定石です。で切って伸びた時に、いやー、まあこれ抜くんですけど、抜くんですけど、ここでこうやるかこうやるか、あの二択なんですよ。まあ普通はこうなんですけど、まあこうやって行きたいけど、ただこうやると飛ばれてちょっとこう白逃げながらこう厚みがすごい発展する意味があるから、こっち向きで行きたいと思います。白抱える一手ですね。あ、曲げね、曲げは抱えたら、まあ、こう当てるって抜いてかけ継ぎになるんですけど、それを嫌った手です。ただやっぱ形がちょっと若干良くないから、まあ私はこの手で抱えられる方が嫌だったんですけどね。ここで曲げようってことですかね。まあ曲げた以上この3目を捨てるっていうのは考えにくい。挟みつけ、あ、まあこれ筋なんですよ一応。こう出させて出ようっていう作戦なんですが、いや、あ、でも捨て、あ、ここをもうこれを捨て石にしてここ盛り上げようって作戦に来ましたね。また押しか桂馬だと思います。ただ黒これ3個取れたのは結構熱い。でまあ、こう肋骨にやっぱ白ここも重視できてるんで、そろそろ何か消しの一手を放ってもいいかなと思いますね。ポジション難しい。こっちかこっちか、あんま寄せすぎるとこれ壁あるんで、まあ、この辺ちょっと変な中途半端ですけどね、まあ、これでも打ち込みちょっと怖いぐらいなので、まあ、このどれぐらい削ればいいかっていう。ただまあ白としてはあれですね、あの黒のやっぱりこの右辺の模様も気になるってことで今こっちから来られましたね。まあ、この手で、まあ、この地とかこっちとかで打ち込んでこの攻め立てられるような展開が黒は怖かったといえば怖かったんで、まあ、ここでご連絡できたのは、まあ、個人的に嬉しいっちゃ嬉しいけど、でもだからといってなんかね稼いではいるけど、なんだろう、全然まだまだ難しくって分かんない形勢。この白のこの厚みがどれぐらいこの後地に発展していくのかって。であと左上と右上でまあちょっと白稼いでるじゃないですか。だからあんまりですね、黒地あるはあるんですけど、めちゃくちゃそんな多いってわけでもないんで、いやこれ決してそんなに余裕のある状況ではないです。なので、まあ、あんまりちょっと緩めの手を打ってるとあっという間に逆転されるというか、まあ、若干いいと思ってるんですけど、いやでもやっぱ来ました。ツケめちゃくちゃいい手ですね。いやいや、ちょっとこれはいい手だったと思います。ここのラインがピタッと止まれば、まあ、中央かなりまとまる可能性あるんで伸びると思うんですよね。ここ引きだったら伸びきります私。
多分こう来ると思うんですよね。あ、いや二段バネかさらに厳しく、ただこれは切りには超えられちゃうんですけど、こっちから当てるの でこれつなぎにここ継ぎまして、でまあここ分断できたのは黒としては嬉しい。だ白はここ急いで止めに行こうとしたんですけど、そこでちょっと隙が生じた形になりました。でここのラインが切れたことによってこの白がちょっと孤立するというかちょっと薄くなってきましたね。だからそこをちょっとついて出ていきたい。でもし抑えてきたらまた出て、あのこれすごいあのジグザグになってきたじゃないですか、まあ、こうなるとチャンスです。あのこうやっぱ相手のこのなんかこの五目並べみたいなこういう形になるともうかなり隙があのはっきりとできている状況なんで、ただ気分よくなんか語ってるんですけど、いやでもちょっと待って、なかなかだったか、ちょっと待って、でも言ってる間になんかこれめっちゃ大きくなってきてる。これ捨ててここ発展させる壮大な作戦だったかもしれなくて、しかしそれはいい作戦の可能性もちょっとあって、今ヒヤッとしてるところですけど、でももう行きがかり中もうこれこう、もうこれは捨ててますね、完全に捨て石にしてここの幅で勝負する作戦って言ってます。多分曲げか伸びだと思うんですけど、いやいやいや、でこれ伸びてここ突きってこれ全部取られる的なことになるともうあのやばい、結構やばいですので、もうこれはちょっと継がないと味悪い。こうやってこうやって跳ね出してきた時に、まあ切った時にちょっとこの白にダメが詰まってる具合があるので、まあこう白が来て黒が押さえて白跳ね出しに黒切りで、白はここでこう守んなきゃいけないんじゃないかっていうのが私の読み筋なんですよね。跳ね出して切ってこれでこう引っ張るような手が成立しちゃうともうはっきり負けるんですけど、ここで白がここに打つと黒にこうやられて白脱出できないですね。ただこの下がりに対してはこう打つ切られちゃうから、これ一回相手しとかなきゃいけない。でこれはこうダメ詰めとくのがいい。次黒ここに打てばこの2目取れるんで、まあ、白はここ逃げ出すしかないんですけど、そうするとこっち取れるんで、今 A と B が見合いになってる状態、どっちか絶対に取れる状態に持ち込めてるんで、これなんとか事なきを得た形だったと思います。ヒヤッとしましたけどね結構。でこれ桂馬とちょっとコスミ迷う、まあ、この2目しっかり取りたいっていう気持ちですね。この白が本当にはっきり取り切れてんのかっていう、なんか下付けとかでちょっとなんか、そう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 、そういう手も気持ち悪いし、これはもうこうやるしかない。こっからうっかり当てると白に逃げられて2目取られちゃうんで、こういうところの当てる方向めっちゃ大事。これめっちゃ手筋です皆さん、あのこれは本当に覚えておいた方がよくて、手筋の方にもよく出てくるんですけど、この2目を取る方法ですね。こうやっちゃうと白に曲げられて3目落ちるんで、一回こうやります。でまあ逃げてくると思うんですよね、ここに。でここに逃げられた時にこっちではなく今度はこっちから行くんですよ。このここがこう3つ並んだことによって白の曲げに対して抑え込める形になってるんで、もう攻め合い負けないです。これこうなった時に3手対2手なんで、この攻め合いは黒の1手勝ち、白羽にこう継げば当たりになってるので、これは本当によく出てくるので、あの覚えておいて、そんなにこれびっくりしますけど、まあ一応ここからダメ詰めていけば白のつなぎにこう黒はこちらから当てれますからね。こっちはも入れないんですけど、こっちから当てれるので、まあ、ここがやっぱ3本しっかりと生えてるのが肝心です。で白はこのままじゃ負けちゃうってことで中で生きようとされてるんですが、多分次にこうやればあの取れてるので、この覗き効く必要ないので、これも外堀から埋めて実戦死活なんですけど、これ白生きはないはずですね。押さえてきたらその外から狭めていけば死んでる形です。ちょっと実演していきたいと思うんですけど、まあこれはここにつけて、あの、まあ、白はこうやると思うんですね。あ、はい、ここであの白投了となりましたね。黒中央しがちですということで、まあ、この白に息がないと、あの今あの相手の方も読み切られて投了という形になりました、まあ、ここ全体が死んじゃうとちょっと中央ちょっとまとめても地合いが足りないという判断ですね。はい、でまあちょっとですね、今からねポイントの場面を振り返っていきたいと思います。対局ありがとうございました。はい、というわけでポイントの場面を振り返っていきたいと思います。まずですね、特徴として、まあ、天頂の囲碁はあの禅という AI が入ってるんですけど、まあ、禅って AI なので、まあ、この検討というボタンを押してあげると、まあ、こちらちょっとちっちゃくて見づらいのでちょっと拡大しましょうかね。ここにあの AI が候補手を出してくれるようになりますね。でまあ、ここにちょっとまあ黒優勢白どれぐらいかっていうメーターになってて、まあ、今 AI 計算してるんですけど、
まあ、白の最善手っていうのがこちらちょっとうっすら光ってるのが最善手になります。まあ、こうやってポチポチやっていくと、まあ、AI で、まあ、最善どうなんだろうなって分かるということで、まあ、非常にあの AI の勉強がしたいという方にはおすすめですね。まあ、こうやって、まあ、ちなみに今ちょっと AI 通りに並べてるんですけど、これだからちなみにもし白が継続して打つとこういう風に打つことになるのですが、黒に次にここに打たれた時にこうやってもこうやられて、あの白は死んでしまいます。なのでこの白は死んでいるということで実戦は投了となりました。はい、というわけでポイントの場面なんですけれども、まあ右上の定石が一つポイントだったかなと思います。ここまでね、その AI によると互角の形勢だったみたいなんですけれども、まあ定石ですね、この押しは一つの定石になっています。で、まあ黒が出まして押さえた時に、これもこっちから間違えて切るとこう取られて、この2目は取れるんですけれども、ここポンと抜かれた形がね、なかなか綺麗な形なので、これはね黒ちょっとイマイチと言われております。なので実戦はこちらから切りまして、まあ、白がこのように打ちまして、黒切りの白抜きの、まあ、黒がこちらに跳ねた局面なんですけれども、まあ、ここで実戦は白はこう曲げを打ったんですね。曲げて黒が引いて、まあ、白としてはこの3目捨ててハサミつけたっていうのが実戦の進行なんですが、これはやっぱ黒がちょっと得をしたかなという印象でした。なのでやはり白としてはここまで定石の進行なんですけど、跳ねた時にですね、こう AI も示してるんですけど、こう抱えとくのがいい手だったと思います。でこれに対して、まあ、黒がこちらに当てまして、まあ、白抜きまして、で、まあ、ここちょっと斜めがいっぱいできてるんで、黒はまあどっちかかけついで守るぐらいなんですけども、白は先手を取って、まあ、こう下辺を発展させていくっていうのが自然な分かれだったんじゃないかなと思いました。うん、なのでもしこの形が出てきた時は定石として、まあ、こう逃げる手もあるけども、しっかりと抱えで覚えておかれるといいですね。はい、というわけでね、まあ、こんな感じでちょっとですね、これからもこうした対 AI ソフトを使っての、実況も皆様に見ていただいて、いろんな棋力の方に参考になるような実況をお届けしていきたいと思います。はい、ご視聴いただきありがとうございました。